はい、今回からね、このクライシスコアやっていきたいと思います。ちょうどね、1週間ぐらい前から成分を終わらせたんで、ロードロードできるデータ多分ないと思うんだけどな。え、押せたよないよね、ないないない、またこっからかクライシスコアはね、基本アクションゲームだからちょっと苦手かもしれないね。はい、多分この後ムービーなんでちょっと黙ります。列車はウータイ兵に占拠されている。速やかに排除し列車を奪還せよ。了解。始めんじゃねえ。ザックス、ザックス、集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。いらっしゃいませ。いやー、かっこいいかっこいい。どうしよう。あれだね、PSP のさ、シュシュシュって読み込むの映したね。こちらザックス、ザックス順調か。映してる画面がすごい小さくてね、字がアンジルどうなってるんだ。シーナの兵士が敵だなんて。
やつらは偽装した宇太兵だ。さあ次は上の広場へ向かえ。一番街の方だな。ギリギリ読める範囲かな。ああだがそれにはまず駅の突破が必要だ。突破だってすぐに分かる。気を抜くなよ。あの戦闘中の暴れていいんだよな。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。いやザックスのね HP、NP あたりが本当にね見えないんだよね。これのなってだよだよだよって言って好き。痛い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 。ちょっともうまとめて倒したい。まとめて。はいはいはい。ターゲットってだって変えるんだろう。今 MP 消費ゼロ。はいがドーン、はいがドーン、なんだがドーン、なんだがドーン。まだ MP 消費なし。オッケー、きっと下手くそ。楽しいね、うん、まずまずだな。ありがとう。楽勝楽勝。これファーストも近いね。ほんとホーム何何うちが潰れてるの。上り階段から広場に向かえ。了解。文字が潰れちゃうのが難点だな。うん、シュシュシュってうるさいんでね。入っちゃってるかもしれないね、音が。シュシュシュって。あの方が今すごい格好してなかった。はい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 。アイジョブ・ビヒーモスはでもこんなでしょ。はい、裏に回る裏に回る裏に回る。これダメージ出てんの？数字が見れない。いった。そうか。しっぽ。はい。ちょっとセヒロス揃ってほしいな。あ、来た。揃って。アンジールがちょっと。はい。はい。はい。回避うまく。あ、AP 消費なし。回転攻撃。回転攻撃。ここではあんま意味ない。やめよう。痛い。うわ。誰か揃ってほしいな。はい。いい感じ。我慢。うお。うお。あ結構うまいじゃない。よっしゃー。謎の自信が今ちょっと。敵に後ろを見せるとは。ああ。よほどの自信家か愚か者だ。どうして。トランボーセフィロス。俺も英雄になるんだ。終わりだ。バカな。
の時代のセフィロス好きだよ。さすがアンジル。訓練中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザックス。夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。うん。すぎてちょっと目光ってるよ。目光ってるけど、あ、はい、セーブ。これだね、 PSP のやつだと時間とか出ちゃうね。やってる。はい、なんだろう、このちょっとロードが長い感じもなんかPSP って感じがするよね、なんか。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺、干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え？ルースってお前知らないのか？ソルジャーの大量脱走事件。あれ、これってカンセル？カンセルだ。カンセル好き。ファーストの一人がいなくなったんだ。舞台の現場からセカンドとサードもごっそり連れてさ。目的、動機、何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。なるほど。おっと、ファースト様だ。ラックス、仕事だ。お、ありがたい。久々の実戦任務だな。あ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。違うね、字が読めないんじゃないんだよ。潰れてるからなんだよ。これだけ言いたい。いいね、マーカス好きなんだよ。久々。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。ラザード、必殺。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？
全然、うん、我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。て、ウータへ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール、大好きなアンジロマン。俺に恥をかかせるなよ。準備が整い次第すぐに出発だ。いいね、アンジールとザックスのこの関係性すごい好き。ユタに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあれば今のうちの他のソルジャーたちに聞いておけ。任せとけ、何でも教えてやるぜ。ありがとう。まず覚えておかないといけないのは戦闘についてだ。トレーニングで大体分かったと思うが、戦い方の基本をメールで送っといたぜ。ちょっとそれ読んでみろよ。このメールシステム好き。いいよね、メール。メール。うわ、多い。多いなぁ。まあ、そのうち読みます。読まないかもしれないけど。OK。どうだ、メールは読み終えたか ?OK。読んでないけど OK。どうせザックスのことだから一度には覚えきれないだろうな。そんなことはねえよ。そうだよ、そんなことはねえよ。まあ、忘れた時にでも読んでみろよ。きっと役に立つと思うからさ。それと、さっきのトレーニングで使っていたマテリアは悪いが没収させても、なぜカンセル。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの。そうなんだ、ごめん。しんどい。その次に覚えておかないといけないのはミッションと呼ばれる特別任務についてだ。簡単に言えばシーラカンパニーから与えられるソルジャーのお仕事みたいなもんさ。うんうん。ミッションをやるためにはミッションボードを個人情報、ミッションボードに個人情報を登録しなければならない。はーい。登録が終われば今後お前の携帯端末でミッションを確認できるようになるぜ。ミッションボードの登録候補をしているからついてこいよ。ミッションね、このミッションが結構クセモノだよね。すごいボリューミーだから、もはや本編よりそっちの方が、メールって長いんじゃないかっていう。これ読まないとダメなの？あ、違う、大将来た？大将来たのか。前のメール表示されてる上に。後で全部読もうか、じゃあ。はい。セーブポイントに入ってから三角でメニューを開くとミッションの項目を選択することができます。ミッションに参加可能なのはセーブポイントで、はーい。せっかく受信したんだから腕の嵐にミッション行ってこいよ。そうだな、ちょっと行ってくるぜ。河川シャイ。ミッションで戦うのが不安だったらちゃんとチュートリアルメール読んだ方がいいぞ。おっと、じゃあメールアイコンちょっと鬱陶しいから読むね。開くだけ。これ次へって飛べないもんね。いちいちやんなきゃいけないんだ。ユニットブレイクあったっけ。そうか、ミッションをね、全部やるかやらないかっていう。目標としてはね、全部やりたいけど、最後、誰だっけ、すごい強い人出てくるじゃん。あれがね、果たして勝てるのかっていう。はい。シンダカンパニー。訓練ミッション、はい。達成率 100% にしたいなぁ、できれば。まあ、動画で撮るのは多分面白いミッションとか、なんか、いい具合にイベント発生するミッションをメインでやりたいなとは。で、なんかこれやるみたいな、なんか地味なミッションは動画外でやっちゃおうかなって思います。こういうねこれ最初だからあれだけど、こういう地味系ミッションね。はい、リクさんありがとう。はい。
れさん、ミッションをクリアしたみたいだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ、ほんと。さすがザックス。舞台の任務での活躍、俺も期待してるぜ。期待しといて、ほんと大事なこと忘れた。アイテムボックスじゃない？間違った。地球ポットを説明しなかったな。この中には、戦闘で役に立つアイテムが入ってる。私たちのために会社が用意してくれたものさ。死んでありがとう。なるほど、ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかく会社からのご好意なんだから、任務へ行く前にチェックした方がいいぞ。さて、今日何が入ってるかな？フェニックスの音が欲しいな。ブロンズバングル。ブロンズバングル。よし、出撃の準備整ったみたいだな。最後にメールについて教えてやるよ。今お前の携帯端末にメールを送ったぞ。ソルジャー同士情報交換しようぜ。ラザーと統括のありがたいお言葉やシーナのニュースなんかメールで配信されるコメントチェックした方がいいぞ。それに仲良くなったやつだからメールが来るかもしれないしな。メルトも集めよう、いっぱい。だからどのメールばっかりチェックしちゃダメだぞ。はーい、大体そのとこだ。そろそろ任務に出発する時間だな。アンジェルと一緒に行くんだろ。任務頑張ってこいよ。ありがとう、ほんといろいろ教えてくれて。今なんかとりあえずメールね。なんだ、カンセルだ。メールが使えるようになったことだし、これからは同期のよしみで情報通の俺がいろいろと何裏情報を教えてやるよ。お前は目的のことしか見てないからな。じゃあ目先だったわいや嬉しいね、こういうの。何これ。ミッドガルは地上から約50メートルの空中に浮かぶ都市で、地上との連絡は列車かハイウェイを利用します。あ、はいはい、だって、あ、そうそう、装備品だよ。マテリアって、あ、マテリア弱いね。あれ、でも装備さ、ブロンズバングル。HP アップね。なるほど。よし。一旦セーブして。あ、どうだろう。結構いい具合だよね、時間的に。じゃ、今回ここで終わろうかな。うん。で、次のパートでウータイに行こうと思います。はい。このまま続けて、撮ろうかなと思います。はい。じゃあ今回これで終わります。バイバイ。